ああ、君か。運営委員さん、俺に何か用事かな。まあ、構わない。そうか、いいものなのかな。保険とはもともとギャンブルだ。あまり掛け金がかかるようならやめておいた方がいい。すまないが、今は立て込んでいる。何か大事な話かな。では、君には申し訳ないが、後にしてもらえないだろうか。こういう日は熱中症になりやすい。そうだな。ああ、ちょっと協力してもらおうと思ったんだが、逃げられてしまってね。いや、これはテニス部員の筋力に関係することだから、すまないが君には頼めない。やはり富士に飲んでもらうか。このドリンクの素晴らしさは、やはり富士にしか理解できない。高山さん。では、俺は富士を探しに行く。ではな。なぜ君が唐突にそれについて聞きたいのかは問わないが、夢を見るメカニズムについて知りたいのならば喜んで教えよう。覚悟はいいか。夢について知るにはまず脳の働きについての基礎知識が必要だ。簡単に説明しよう。次に夢というものについて。これがまた面白い。最後に夢を見るというメカニズムについて。さらに付け加えると、逃げられたか。俺が作る特製ジュースだ。部員全員のことを考えて、疲労回復を目的に作っている。尊敬されるほどでもないさ。もし君も飲みたいのなら、いつでも作るから。取り立てて要件がないなら、この本の続きを読みたいんだが。すまないね、また。君か。デートの整理だ。そうでもないよ。すぐに終わる。俺の作ったデータ管理プログラムは入力しやすくしてあるから。そうだよ。市販プログラムの改造だけどね。必要だからやっているだけだよ。プログラムには機械の知識はほとんど必要ないよ。ああ、プログラムに必要なのは論理的思考だからね。そう、
物事を順序よくきちんと系統立てて進めること、君は得意かな。そうか。しかし君には論理的思考の素質があると俺は見ているんだが。そうだよ。君は確か推理小説が好きだったね。推理は論理的思考だからね。君は自分でも意識しないで訓練をしているんだよ。それはいいことだね。うん、君のデータに追加しておこう。あ、そうだ。君に頼みがある。君の携帯の番号を教えてほしい。これから連絡事項も増えるだろう。情報伝達は迅速に行わなければならない。登録は完了した。不測の事態が発生したらすぐに連絡をしよう。